はい、こんにちは、ヤムリョウと申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというとですね、 YouTuber になろうという、もう担当直入のねタイトルでございます。要はね、まあいろいろとね、最近はね、いろんな、ね、そのネットワークとかカメラのね、技術とかスマホとかのね、機能とかも上がってきてね、誰でも結構簡単にね、動画が投稿できる時代に入ってまいりました。ということでですね、スターステールというね、うちのところですね、総クリエイター社会だというね、なんかそれっぽいことを言ってですね、要は、そのクリエイターにね、簡単になれるんだよということですね。まあね、YouTuber としてね、その稼ごでね、そのトップ YouTuber みたいにね、バリバリと稼いでね、っていうのは大変ですけど、動画の投稿するっていう YouTuber っていう、その、ね、なるの自体はすごく簡単です。こんなね、私でもなれるわけでございますからね。ということで、じゃあね、何が必要なのかっていうね、YouTuber になろうと思ったら、どんでだけのことをやったら YouTuber になれるのかっていうのをね、すごく簡単なんだよということを、伝えていく番組でございます。ただこれ YouTuber ってまた、ね、ピンキリなんで、ね、最初に紹介するのはいわゆるピンキリのキリの方ですね。もう、キリがないのキリの方でございますね。要は、最低限文化的な、まあ、うちのチャンネルレベルの最低限文化的な YouTuber として、やっていく、ところの、ところから入っていって、最終的にね、ちょっといろいろとね、まあ、私なりにね、ノウハウ、まあ、言うてね、YouTube で、もう3年か。ね、で、そのニコ動とか含めるとね、12年ね、まあ、言うて、まあ、12年やってるってなると、歴12年って言うと、まあまあ、ベテラン組に入ってくるんじゃないかな。あ、てか、2022年に入ってからもう13年か。ね、ですからね。そう、2009年からやってますからね。っていうことで、リーマンショックがきっかけで始めてますからね。懐かしいよね、もうね、リーマンショックもね、思い出したこともないですけどね。なんてことはいいんです。今回はチュートリアルとして、全体的にね、どういうような流れでやっていくのかっていうのと、ね、もうゼロからわかるようにね、ちょっと仕込んでいきたいなと思っておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、ちょっとスライドを用意しましたんで、これね、みんなからやっていこうと思います。そうだ、YouTuber になるということですね。で、これで YouTuber になった暁にね、ぜひね、来々連盟にもね、加盟していただければ、よしがにと、何とぞよしなにというですね、ことでね、やっていきたいと思います。来々連盟についてはまた概要欄に貼っておりますので、よろしくお願いしますね、ということです。で、じゃあね、YouTuber になるには、何がいるんだろうね、必要なね、なんかどれぐらいのね、予算をね、組んでやらないといけないのかなとかね、あると思うんですけど、実は、最低限ね、もう YouTuber になるための条件ってこれだけならいいんです。それは出身目的だ。YouTube での、動画投稿のね、簡単さをしてもらって、新しいね、クリエイターさんを作ろう。ね、それね、トップでね、プロでやっていくようなね、そういうね、クリエイターさんっていうのもね、もちろん YouTuber としてね、やってる方もね、いらっしゃるわけでございますけどね。まあ実際のところね、そうなってくるのは難しい。ですけど、入り口としては超簡単なんですよね。要は、基本的にほぼ試験なしで、とりあえず入学はできますよ。ただね、その、YouTuber として、トップ YouTuber と君臨したりね、いわゆる卒業したりするとかってなってくると、これは、なかなかね、難しいですよという、まあ、幅が広い、業界でございますからね。っていう中で、そこのところね、まあ、簡単だよっていうのはね、すごく簡単にできるんですよっていうのをね、お伝えしていきたいと思います。で、それによって、ライダー連盟参加する可能性があるね、クリエイターさんね、うちのところでね、入っていただけるね、その連盟にね、入っていただける方を、増やそうってことに、要は分母を増やして、ね、とにかく、新しく入ってくる人が増えれば、ね、ライダー連盟に入る可能性の人も増えるじゃないかっていうことでね、それをね、促進しようじゃないかというわけでございますね、っていう、目的でございます。で、動画の大まかな流れとしてはね、こんな感じですね。まあ、趣旨、この、今回の趣旨説明と簡単な流れをやって、もうすでにね、4分喋ってる気がするんでね、本当これ、5分から10分くらいまとめようと思ってたのにね、ダメですね。うちの動画の特徴はとにかく長くなるんですからね。で、いや、私が使用してる、機材とかソフトを紹介とかして、実際に解説を実践してみて、無編集で、投稿する際のポイント。まあ、これ、いろんなね、投稿の方法があります。まあ、簡単に言ったら、編集を通すか通さないかとかね、そういったところになってくるんですけど、そのあたりのポイントで、編集する際にはどういったポイントがあるのか
ね、投稿を始める前に覚えておきたいことっていうのを最終的にね、ちょっとコンプラ関連のところ、本当はね、最初にコンプラやるよって話なんですけど、コンプラから入るとね、なんかクソめんどくさそうな感じになるんでね、まあ最後にコンプラ持ってきました。まあ本当はね、一番そこを押さえとかないといけないんだろうとね、大人のね、人間が言うならそれをやっときって話なんですけど、それをちょっと後回しにしておきます。まあ、変な話、コンプラ知らなくたって、解説はできますからね。ただ閉鎖に合うっていうだけなんで、そういうような流れでいきたいと思います。で、ではですね、じゃあ、そのね、YouTube でね、その YouTuber になるために必要なものって何なのかね、いいカメラなのか、いいカメラじゃなくてもこれぐらいのカメラがいるとかそういう話じゃないんです。YouTuber になるための定義としては、これさえあれば大丈夫です。Google アカウントです。そうなんです。あの、極端な話、カメラがなくったって動画投稿できないわけじゃないんですよ。ですから、必要なものは Google のアカウント非常になります。そこから何をやりたいのか、どういう動画を作りたいのかによって必要な機材で変わってきます。極端な話、先ほども言いました通り、カメラがなくたってできます。もうちょっと言うと、スマホかパソコン、どっちかがあれば、最後何かしらできます。というか、まあ、スマホがあれば実は何かしら一通りできちゃえるっていうのは今の現状ではあるんですかね。まあ、そのあたりはちょっと詳しく言います。ただ、覚えておいてほしいのは、必要なものはもう Google アカウントだけ。必須はこれ。というか、ちょっと Google アカウントだけは持ってないと、チャンネルがね、YouTube は今 Google とね、リンクしてますから、そこのところは、できなくなりますんで、ここのところは押さえておかないといけません。ということで、Google アカウントだけです。そこから、プラス何をやるのかによって変わってきますよってことでございますね。で、条件によって必要なものっていうのは、まずはね、ずっとこのあたりを押さえておきたいなっていうのはこのあたりですね。まず電話番号です。ちょっとこっちの方が先に行きます。っていうのは、これ15分以上の動画投稿をする場合には、実は電話番号の登録、認証が必要になります。で、収益化のための、確かこの電話番号が入ってないと、ダメだったはずです。15分以内の動画でしたらなくてもね、本当にメールアドレス、フリーのメールアドレスだけで、Google のね、フリーアドレスだけで作れちゃいますよっていうことですね。まあ、これは楽ですね、ということです。で、あとは、ビデオカメラパですね。これを要は、ハンディカムですね。今ちょっと手元にあったから。ね、こんな感じの、ハンディカムとかね、こういったカメラとかで撮った動画を使いますよ。自分にはこういったカメラが必要になります。でもね、まあ、世の中では結構ね、それこそ高性音声でね、ゆっくり、系とかね、いろいろあるじゃないですか。ああいった場合には、自分でね、ビデオカメラ撮影するっていうのが少なかったりとか。ですから、変な話、拾ってきた画像だけをね、ピックアップしてやるっていうのもありますし、まあ、合法的なところで言ったら、東海リストさんとか、いや、東海オンエアさんのところの、要は切り抜きチャンネルとかあるじゃないですか。まあ、コムドットなんかでも、コムドットの切り抜きチャンネルだったり、ドットコムとかなんかありますよね。とかいろいろあったりする。そういったような、いわゆる、切り抜き、ね、編集切り抜き系のやつの場合でしたら、自分で撮影なんかしませんから、自分の声とか言いませんから、本当にパソコン一つあれば、あれだったらできるはずです。スマホではちょっとさすがに、できることはないのかもしれませんけど、結構、容量とか食うんで多分厳しいのかなと思いますけどね。まあでもスマホ一つで投稿もできます。まあね、TikTok なんかでしたらね、学生の子がカットやるっていうのは、これですね、スマホで撮ってもスマホの中で全部ね、完結できますんで、昔はね、スマホからパソコンにアップロードしてね、それで編集をかけてまた出すみたいな感じがあったんですけど、今はそんなのしなくてもスマホでも全部編集ソフト、編集用のアプリなんかもありますからね、できちゃいますよ。で、編集ソフトなんかが、必要になってきたり、まあね、その、場合によって、必要な機材とかがどんどん増えていくんで、トップ YouTuber さんになったらいろんな機材とか使ったりしますよね。っていうことになってくるんでね、まあピンキリなんでね、本当に金をかけようと思ったら何千万単位でかけれちゃうんで、あれなんですけど、最悪フリーのその、ソフトとね、変な話、まあね、もうほぼほぼもう皆さん持ってますもんね、スマホ。一台あれば最悪できるよっていう。ようになってくるんで、まあ、こういうのね、ちょっと業界用語っぽく言うと、作成する動画の種類、分類や、要求限度ですね。要は、どれぐらいのクオリティのものを作るか。ね、画質も 4K でないとダメだってやるのか、ね、いやいやいや、もう最低限で、ね、見えりゃいいよ、みたいな感じでやるのかとかでも変わってきますからね、っていうことで、ピンキリですよってことですけど、これ、まあ、最悪、アカウントそれがあればできますよってことになります。で、
動画投稿のね、大まかな流れとかっていうのをこういう風にまとめました。この辺りとかはね、また、詳しく、やる動画を作りますので、それ見てもらえたらと思いますけど、大きく分けると、まあ、3種類って言ったらいいのかな。カメラとかデータで撮りますよっていうのがあります。で、一番多分セオリー、YouTuber っぽいセオリーで思い浮かぶのは撮ってきたデータをパソコンにね、映しまして、で、そのパソコンで編集したデータを、YouTube Studio っていうのがありますんで、あ、私の顔で消えてるけど、YouTube Studio でアップロードをかけますよ、という流れですね。で、別途に例えば、ビデオカメラで撮ってきたデータをそのまんま、はい、パソコン使ってね、YouTube Studio にアップロードするっていう方法もありますし、上の方のやつですね。で、逆にね、下の方みたいに、スマホで撮ってもスマホから直接ね、投稿したり、編集して、したりして、編集アプリ使って編集して、スタジオで投稿しますよっていうこともできます。っていうことでございますね。っていうような流れで、まあ、これについては個別でね、別途、動画を作って、どんどん説明していきたいと思います。大まかに言うとこんなのがあるよとかね。簡単なのはこのスマホで撮ってあげるというのが一番簡単かなと思います。楽ですよね。で、動画投稿のまた、まあ、今言ったのをまとめたのこの辺りですね。まあ、この辺りとかまた、詳しい説明するコーナーを、動画、別途作ります。で、パターンがいろいろありますよとかっていうのをやりまして、で、いろんなポイントをまとめたやつを、どんどんと個別に、説明をしていきたいなと思っております。っていうのが、大まかな流れになります。ということで、早速ね、この動画を使ってですね、とりあえずと、チャンネル解説するだけしちゃいましょうか。そこまでやっちゃいましょうかね。もう10分超えてる感じで、それはちょっと別にしましょう。ということで、とりあえず、アカウントを新規作成して、作ってみたいと思います。次回の動画でそれやっていきたいと思います。それよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。